国立情報学研究所の清水です。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、学人対応 IDP ホスティングサービスについての、えー、この実証実験を、について、えっ、ー、と、経過報告をさせていただきます。えっ、ー、と、この学人対応 IDP ホスティングサービスというものはですね、あの、去年のこのオープンフォーラムで、えっ、ー、と、IDP ホスティングサービスをちょっと NII でやってみますというところで、えっ、ー、と、まずは提起させていただきまして、 で、えー、その後、えー、と10月、11月ぐらいですかね、に、えっ、ー、と、IDP ホスティングターサービスについてどう思いますかっていうような、えっ、ー、と、現在確認に参加していますかとか、あと参加していない機関に関しては、えっ、ー、と、どのような理由で参加されていませんかとどういったものがあれば参加されたいですかみたいな感じでアンケートを取らせていただきました。 で、えっ、ー、と、そのアンケートから、えっ、ー、と、いろいろいただいた意見を求め、あの、まとめまして、で、今回、えっ、ー、と、実証実験を行うことになりました。で、えっ、ー、と、その実証実験を開始しまして、えっ、ー、と、まあ、その今回、この実証実験の内容と、えっ、ー、と、この実証実験に参加いただいた機関の中から、えっ、ー、と、国立保健医療科学院の上野先生に、後半に、えっ、ー、と、実証実験に関しての参加の、えー、と事例をお話しいただく予定です。 はいえー、とまずは、えー、と背景になります。えっ、ー、と、確認のこの参加するときに、えっ、ー、と、まず、えーと、こういった感じで、えっ、ー、と、この確認のこの図は、えっ、ー、と、この前のセッションの方であ、トラックの方で説明があったかと思いますので、えっ、ー、と、省略させていただきまして、まず、あの、確認に参加するときには、この機関内で IDP、アイデンティティープロバイダーっていうものを構築しないといけないんですけれども、 この期間ごとにこういった構築が大変だとか、この構築したはいいけれども、運用するのが大変だとかっていう期間が結構ありまして、こういった期間向けに、えっ、ー、と、学院 IDP ホスティングサービスを提供していけるようにっていうようなことで考えて、あの、今回始まりました。でですね、あの、今回、えー、と今現在学院の参加期間は289期間でして、まあ、あの、 学認が開始されてから徐々にあの参加期間は伸びているんですけれども、やはりあの未参加期間の理由っていうところでですね、これがえと前年度の10月にアンケートの結果になるんですけれども,、まあ、あの人員的なも、人員的な問題とか技術的な問題とか、あと金銭的な問題、まあ、あの実際に学認が必要なのかよくわかんないとか、まああの ま、お金はあるんですが、委託業者がわからないとか、まあああ、あの、実際、あの、不要、あの、必要であるとは思われていないとかっていうようなご意見をいただきまして、まあ、全体的に通しまして、IDP サーバーの構築運用がネックになっているっていうところが多いというところで、えっ、ー、と、このあたりを、この、ま、学人参加の障壁を下げるっていうところで、えっ、ー、と、この障壁の一つになっている IDP っていうもの自体を NII で貸し出して、 NII で構築して貸し出すためのサービスっていうところで、学人対応 i d p ホスティングサービスを検討することになりました。で、実際にですね、この実、あの、そういったところでいろいろと検討を前年度を行いまして、で、前年度の3月から実証実験っていうのを開始をしております。 実証実験に関しましては、あの、今年に入ってからの、この、ま、前年度なんですけれども、1月から実証実験に参加いただける期間を募集しまして、で、2月末に参加期間を決定させていただいております。実証実験の目的としましては、提供サービス、あの、IDP ホスティングサービスとして提供する、あの、内容と参加期間における課題の分析を行うっていうところで実証実験をさせて、始めております。 ね、あの、対象期間につきましては、学人への参加を予定、または検討中の期間であって、で、IDP の構築、運用に課題がある期間、要は、あの、人が足りないとか、お金が足りないとかも参加するの、参加したいんですけど、できません。ちょっと、あの、何とかしてほしいって言ったようなところ、ま、あの、自力で構築できるっていうところは、今回ちょっと対象外とさせていただきまして、あの、大変、あの、人がいない、お金がいないっていうようなところの期間でも、学人に参加したい。 っていうような期間と、で、えっ、ー、と、さらにすでに確認に参加しているんですけれども、アイダースへの移行を検討しているような期間っていうところで募集をかけさせていただきました。で、えっ、ー、と、この実証実験の内容につきましては、このサービスの、えっ、ー、と、アイダースのサービスの提供だけではなくて、えー、例えば、えっ、ー、と、確認参加するための手続きに対する支援とか、あと、えっ、ー、と、初回のアカウント登録とかの、えっ、ー、と、この、 ど,どうしても、その、確認さん、えー、IDP サーバーを、えーのをえー、と借りるっていうときに、機関側で必要となる作業っていうところを、えー、支援しますっていうところで、こういった支援もさせていただいております。で、えっ、ー、と、今回実証実験に参加した機関につきまして、えっ、ー、と実実、実証実験、参加機関は10機関になっております。 えっと、まあ、あの、アカウント数につきましては、まあ、あの、100アカウントぐらいから、まあ、多くて、まあ、7500っていうようなアカウントで、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、あの、いろんなアカウント数の、えっ、ー、と、機関が今回参加していただいております。で、えー、実証実験に参加していただくにあたって、えっ、ー、と、まず、っ、えー 参加していただいてからの流れなんですけれども、えー、とまず設計のヒアリングをさせていただいて、その後確認に参加していただいて、その後ユーザー登録をしていただいてから、さらに最後に SP 連携をしていただいて、それでサービス利用が開始になる、なります。で、現在、えー、と実証実験開始をして、まだ2ヶ月ほどですので、えーと とまあ、全てが終わっている期間っていうのは1期間しかなっていないんですけれども、まあ、全体的にこのような感じで、あの、スムーズにあの進んでいるかなっていった感じです。で、えー、と今回この、えー、進捗が一番早かったところで、えー、と国立保健医療科学院様っていうところで実証実験のご報告をいただきます。 で、えっ、ー、と、今回、あの、実証実験をやってみまして、あの、いろいろと、まあ、あの、感想っていうところはあるんですけれども、ちょっと大きく、あの、感想っていう,いうところですと、えっ、ー、と、まあ、あの、今回参加の希望をいただいたんですけれども、えっ、ー、と、残念ながら、その、いざ参加してみようかなって言った時には、その期間内の体制が整わないということで、やはりちょっと、あの、今回はごめんなさいって言われた期間が、あの、ありました。 で、あと、実際に、あの、参加いただいた期間におかれましても、参加後、要は、えっ、ー、と、先ほどの、この、このような進捗が、えっ、ー、と、最後、SP 連携まで行ったとしても、実際に、えっ、ー、と、この後、学内に展開していこうとしていたときに、そのイメージをすることが難しいので、あの、まあ、ユーザーに対してどのように利用させていこうか、とかっていうところで、ちょっと停滞しているような期間があったりもします。 で、えー、このようなことに関しまして、えっ、ー、と、まあ、あの、課題を抱えているっていうところは、あの、一つの機関だけではなく、まあ、同じ悩みを機関抱えている機関というのはたくさんありますので、そういった機関に対して、えーと、どういうふうに対応すれば、あの、うまくいったとか、なんか、まあ、うまくいった事例とか、あと、あの、こう、ダメだ,だったことも含めまして、まあ、なんか気軽に交換できるような、横のつながりができるような場を作っていただければな、と、今検討しているところです。 で、えっ、ー、と、今回、あの、このような感じで実証実験をやっているんですけれども、えっ、ー、と、この実証実験、いろいろ、あの、案内をさせていただいているんですけれども、もうちょっとなんかこういったものがあるといいなとか、あの、こういった時にうちの機関をこうやったんでよくなったよとかっていうようなご意見とか、あの、ありましたら、あの、そういあの、気軽にこちらのアドレスまでいただけますと幸いです。 えと本日はスライドからもご意見を伺っておりますのでいただけますと幸いです。